で、今日のテーマですね、現状維持から抜け出すヒントということで、やってます。現状維持のサイクルから抜け出すってことですよね。それは現状の今後との外側にゴールを設定して、そっち側にこう一歩踏み出せばそういうことはできるんですけども、自分も散々経験してますけど、現状維持が完璧に組み込まれてるんで、我々の無意識に。それは強固ですよね。今日この瞬間まで、平和に安心して生活できたら、それを壊そうっていうことは無意識は思わないですね。よっぽどのことがあったら、それは元に戻そうっていうね。今日もなんか、そういう話があったんですよ。知り合いが、携帯電話が全然繋がらなくなったんで、SIM カードに問題があるかもしれませんって言って、ちょっと、携帯電話会社に持って行ったら、ちょっと SIM カード抜いて、筐体、その本体が、ハード的にそんなに立ってないっていうけども、故障したのか、SIM カード本体がなんかちょっとこう、故障っていうんですかね、トラブルになって、なんだかダメになっちゃったのか、それともその接続の部分の、この3つですよね、パターンとしてはね。構造化するまでもないけど。そしたら、ちゃんとやってくれたんですって、そうやって店舗で。まずは SIM カード、店舗にあるサンプルの SIM カードに入れて、その筐体が動くかどうかやったら、本体は動くんです。ってことは、この本体には問題ないなと。いいですよね。切り分けとしては。これソフトウェアの、バグ取りの発想と全く一緒なんで、どこに問題があるか、どこにバグがあるかを探すとき、大体こういうやり方をするんですけども、その話を聞いたとき、そうだなと思って。で、今度はじゃあ SIM カードが、故障してないかどうかを、故障っていうのは、例えば何かが剥がれてるとかね、中の回線がちょっと切れちゃったとか、ちょっとわかんないですけどね、細かい、カードなんで、その SIM カードが故障したんじゃないかって、SIM カード側のトラブルかどうかを、携帯電話会社の中にあるちゃんとした、本体に SIM カードを入れてみようということでやったら、これも動くんですよ。あれってことは SIM カードが問題じゃない。本体も問題じゃない。ここもポイント分かりますよね。接続部分じゃないですか。もしくは接続した時に何かが、接続不良なのか、不安定になるかどうか。そしたらその店舗の人はそこをちょっと軽く、なんかクリーニング的なものをさっさとやって、元に戻しましたと。だから、私のその知り合いが、どうも、なんか SIM カードなんか電話つながんない、全然電話ができなくなっちゃいましたけどっていうのを持っていったときに、元のそのちょっとした掃除でできたんですね。結局は、ここから何が見えるかって言ったら、SIM カードはもう問題ない。本体のハード的にも問題がない。接続部分になんかわかんないけど、接触不良なのか、ゴミがちょっと溜まったのか、何かが、あったわけですね。で、それが結局解決したんでよかったんですけど、いやいや、解決したからよかったけど、問題は何だったかって言ったら、ああ、そうか、SIM カードと本体のその接続部分のとこに何かトラブルが発生するようなね、ゴミが溜まるのか何なのか、そういうことがあるんだなっていうことを、知ることができましたっていう報告をもらったんですね。何の話をしてるかって、なんか問題があった時にどこに課題があるかっていうのはわかんないままで、わかんないわかんないわかんないってやんじゃなくて、要素を分解して、構造的に見れるものは分解して、どこに課題があるのかを見極めていけば、実は現状の外側に飛び出すことができるんじゃないかっていう話にね、つながってくるかなと思うんです。要は、現状のコンフォートゾーンの外側にゴールを設定して、そこに踏み出そうとするんだけど、どうもうまくいきませんと。で、いろいろ聞いてみると、何がどういう要素で何が絡まってるのか見えてくるんですね。それはコーチングの中で見えてくるんですけど、皆さんはここまでね、夜遅くまでこのコーチングの話しかしないチャンネルですから、相当マニアックなチャンネルですけども、これだけの方が来ていただいているとか、ということで言うと、皆さんは何か問題を解決したいと思ってる。そして現状の外側のゴールに向かって一歩踏み出そうと思っても、どうも壁にぶつかって跳ね返されることが続いてるんですとかね。何回かやったらうまくいくこともあるんだけど、うまくいかないことの方が多いんですとか。で、結局まだ現状の中にいるような感覚なんですみたいな方も、もしかしたら多いかもしれない。少なくないかもしれないですね。自分ももともとコーチングを学ぶって本格的に実践するまでは、そんな感じだったんですよ。いや、コンサルティングファームにいた時に経営しようが学べると思って、もうプロジェクトやればやるだけいろんなものが学べるわけですね。本に書かれてるレベルじゃないですからね。
書籍で書かれてるのがなんかハーバードとかなんかわかんないです。今時流行りのスタンフォードとかね。なんかこう、MBA コースで学んだ内容が本に出てますとかね。そんなレベルって相当古いですから、もう20年前、20年前の話、全然聞かないんですよ、そういう内容は。じゃなくて、現場で本当に今のこの会社で上場企業の有名な、例えばグローバル企業の、この部門で、今こういう製品を売ってるんだけど、どうも競合とうまく、やられちゃってうまくいきません。これなんとか早期に立て直さなきゃ、みたいな話とか、ですよね。そういう時に実際調査をし、実際経営課題見つけ、根本的な原因を、ね、特定し、そして原因を根こそぎこう抜本的に解決していくような施策をですね、短期プラン、中長期プラン、本当にそのどこでやるのかっていうのを実践していくのかっていうのをこうプランニングしたりとか、そうプロジェクト始まる時には全く見えなかったりするんです。それでも突入していくんですよ。本に書かれているのは過去の成功事例ですが、全くと言っていいほど通用しない。過去のビジネス的なフレームワークはもうほぼ使えないんですよ。で、それを現場に合わせて最新の状況、そしてその外部環境に合わせて自分たちでフレームワークを作ってその場で解決をクライアント企業の担当者とやっていくんですね。で、そんなことやってたら、どこでもできるじゃんって感覚になりますね。もう独立起業して自分の独立コンサルになるぞとか、会社も立ち上げて上場させるぜとかでできるに違いないっていう感覚になってくるんだけど、なぜか出れなかったんですよ。いつまで経っても起業ができないんですよ。独立起業で。おかしいなぁ。いや、もうノウハウもあるし、結構いろんなことを学んできてるし、もうできるという、まあ今の言うエフィカシー、自信もあるし、声かければ、そうやってね、先輩とか後輩とか同僚で優秀な、経営幹部候補みたいな人を声かけて、多分引っ張ってくることもできるし、きっとうまくこれ、いわゆるそのビジネス、その、なんかね、スキームの資料を作れば、銀行も絶対融資してくれるだろうみたいなものも、なんとなく見えるんだけど、それが動かせないですよ。なんかわかんないけど動かせない。じゃ、悶々とする。独立起業するためにコンサルタントになったのにどうしたんだっていうことを自分の中に自問しながら、でもプロジェクトを遂行してノウハウはどんどん溜まってくる。知識もスキルもアップするんだけど、なぜか一歩が踏み出せない。おい、一体何なのかなと思って。だって、大学生の頃からの、ゴールですからね。なんだったら高校生ぐらいでも、一生に一回の、一生に一回というか、人生一度きりだってね。会社を設立して上場させるぐらいやんなきゃ、やりたいぞみたいなことを思ってたのが高校大学生の時ですから、まあ大学生が本格的ですけど、それがなかなかもの準備万端できました。だから なんでか動かない。なぜだ、なぜだって思いながらコンサルの仕事をやってて、まあ楽しかったんですけどね。気がついたらまた1年経ってた。また気がついたらまた1年経った。これ現状維持のサイクルですよね。おかしいな。その時に出会ったのが玉内博士とルータイス。このコーチングで、いや、現状の外側だと。そうすると自分が行きたいゴールを達成してコンフォートゾーンに行けるんだと。今まで、ここじゃないというコンフォートゾーン、ここじゃない、次のコンフォートゾーンに行けるんだっていうのを知ってですね、すぐ実践しましたね。あっという間に1年経たずに独立起業し、プロのコーチになったということなんですけど、これ何なのかですよね。三段ですよ。自分は三段チャレンジして、現状のコンフォートゾーンの外側に一歩踏み出せなかった自分の経験も、あるので、現状維持っていうのはとんでもなく強い、強烈なんですよ。刷り込まれてる。我々の無意識に完全に刷り込まれてると思っていい、いいと思います。その感覚で、今日はテーマをお話しますけど、じゃあどうやって抜け出すのか。まあこの理論そのままなんですけどね。まあ自分はそれを素直に実践して、本当に1年も経たずに超短期間に現状の外側に飛び出すことができたというふうに、感じてるんですけど、それをやっぱり伝えたいと思ってこうやって広げてるつもりであるんですけど、なかなかこれがね、そうは言っても、みたいなことがやっぱりいろんなところが聞こえてくる。で、これじゃあさっきの携帯電話が、動きません。電話がつながりません。データ通信もできない。インターネットも全然できない。スマホじゃないんです、みたいな。スマホの機能を全然機能しなくなっちゃいました。で、SIM カードを抜いてもなんか全然動きませんって言ったその知り合いが、携帯電話会社持ってたけど、分解したわけですね。要素分解。まずは構造的に、カードの問題なのか、SIM カードの問題なのか、もう一つで、ね、接続の問題なのか、そこにゴミが溜まってね、この3つの仮説です。さすがに本体か SIM カードじゃないですか。いやいや、ちょっと待てよと。この間もあるぞっていうのをちゃんと見極めないと、ここをミスると、構造化できてないんですよね。課題は構造化するんです。
で、根本的、抜本的に変えていくような、ただ戻せばいいだけじゃないですかね。もう携帯電話戻せば、とりあえず繋がるようになれば OK なんだけれども、いやいや、コーチングはですね、コーチングを受けると、プラマイゼロからちょっとマイナスになった時にこれを変えたい、プラマイゼロに戻せばいいやんって、そんなレベルじゃないです。コーチングを受けると、ちょっとマイナスになったところから、プラマイゼロどころか、プラス100、1000ぐらいまで上がっていくこと。自分は、なるべくこう、大学生の頃から望んでた、なんだろう、ここまでやってきたのに、なんだよね、現状外がまさに独立企業を狙ってきて、コンサルまでやってるのに、ノウハウ溜まってきてるのになんでできないんだっていうのを、なんとこのコーチング理論を学んで実践するだけで、シンプルな理論だけど、めちゃくちゃパワフルですよね。これちゃんとやれるかどうかですよね。さっき言った構造化で携帯電話が動きません。SIM カードが悪いのか、本体が悪いのか、あとは接続分が悪いのかって、この3つの要素で、見極めていくことによって、どこが悪いのか分かっちゃうみたいな。そうだ、現状の外側に飛び出せない自分は何が足りてないのかをもっと客観的に、分析、抽象高く分析してみるといい。で、大概がですね、リソース不足で現状の外側に出れませんっていうのがほとんどだと思うんですよ。自分自身もそうですけど、いや、一歩踏み出すと何が足んねえかなって思った時に、当時ですね。ノウハウは結構貯めてきたけども、まだまだ人脈足りないなとかね、なんか、実際のその会社を立ち上げてっていうと相当なその人員とかも集めてこなきゃいけないし、やっぱりイニシャルコストは相当かかるわけですね。いわゆる資金力ですよね。そういったもののそのパイプが弱いなとか言えばキリがないですよ。全然現状から抜け出すためには用意ができてません、準備ができてませんというふうにそっち側にロックオンした瞬間にできないことだらけなの。もうほぼできないみたいな。もう 99% 無理みたいな結論になっちゃうんですね。それを 1% でも可能性があるんだったらそこを扉を開いていくっていうふうに発想を切り替えていく必要がある。まずはだから冷静に何が自分がブレーキがかかってるのかを100%、100点はないっていう意味で、80点、70点で OK だとしたら、結構これクリアしてるよね。これもクリアしてるよね。これもクリアしてるじゃん。何があって言ったら、ここだなっていうね。エフィカシーもある。ノウハウは 100% で、まあ大体 70% があるからいけるだろうとかね。で、知識の人脈とかも。最後はお金だなとかね。大体ね、時間がない、お金がない、人脈がない、このあたりにね、集約されてくるかなと思うんですよ。ここですね。リソースを理由に、現状の外側に一歩踏み出すことを躊躇してる自分に気づいたら、飛び出しましょうってことね。コンテンツでは触れないんで、私は飛び出した方がいいと思ってる派。で、これ、ルータイスも飛び出せと言ってる派。友達博士も飛び出したらいいよと言ってる派。だから現状のリソースで未来を決めるってことは、現状維持だから。現状の今持ってる自分の知識やスキルとか経験とか、それ全部過去のものですよね。で、資金力もそう、人脈もそうです。そういったもので未来を決めるってことは、現状から抜け出せないんですよ。現状以上のサイクル、現状の中でのことを、未来も現状が続くんですね。で、これはやりたくないわけですよ、多くの人はね。であれば、現状外側だっていう時に、現状のリソースがブレーキになってるものであれば、それを言い訳にして、躊躇せずに、とりあえず飛び出せと。飛び出して、その、足りないものを探すという発想。その順番でやらない限り、延々と探せないっていうことをね、今日はお伝えしたくて、このテーマにしました。現状維持のサイクルから抜け出すヒントは、まずは飛び出したから考え、前頭前野をまず回すんだよね。回し始めて、初めていろんなものを探して、本気になって探したときに、あ、ここにあった、とかね。これができるっていうものを探して手繰り寄せるんです。もともとできないと思ったら、その発想がもうないんで。実は前頭前野に行ってないですよ。要はその思考がですね。いや、もう無理の方にとどまっちゃってる。いや、考えてますけど、って言ったら、いや、でも、あれも無理、これも無理、あれも無理って、ずーっと無理だ、無理だ、無理だって言ってるところにとどまってると、やっぱりチャンスを見つけることもすらもできなくなっちゃう。だから、チャンスだなと思ったら、掴んで離さない。で、ゴール側から来たチャンスは掴む。そして、それを広げる。広げる方法は見つからない。何か足りないと思ったら、掴んでから、考える。
でも着地しないとですよ。掴んでもやっぱりダメでしたっていうのを繰り返すと今度負け癖がついちゃうんで、何としてでも掴んだら、その離さずに方法を何としても見つけるっていうね、これ石でも見つけるみたいなことですね。これは何ともこう、言葉では説明できない領域ですけど、皆さんの中で多分経験されている方たくさんいらっしゃると思うんですけども、それをですね、やっていくってことですね。